皆さんこんにちは、じゅんです。ゆいです。はい、今回はゆいちゃんのレッスンです。今日はですね、赤坂にあるマイゴルフレンズさんにお邪魔しています。まあ、何店舗かありますので、何店舗あるんだっけ。今直営3店舗です、ね、3店舗ありますので、はい、皆さんもぜひチェックしてみてください。ということで、ゆいちゃん、今日のレッスンは何ですか。今日は意外と大事なアドレスについて。うん、アドレス大事ですね。はい、スイング見なくてもアドレスだけ見てどういうボール打つのか分かるっていう人もいるぐらい大事です。確かに、上手い人のやっぱ構えた瞬間、あ、いいボール打つんだろうなみたいなのは感じるもんねで、ちょっと変だと、ん、怖いなみたいな感じになるよね。そう、そのポイントをちょっと今日は話していこうかなと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、じゃあアドレスですね。うん、アイアンでやろうかなと思います。はい、今持ってるのは7枚で、まず一番みんな多いのは、うん、膝を曲げすぎてる人が多いなっていうイメージがあります。いるね。多い感じ。うん、多い人がすごい多いなっていうイメージがある。うんうん。で、アドレスって立ってる時、まあ、今アイアンなんで、まあ、正面からアイアンだからボールの位置真ん中でやります。まず、まあ、直立に立つ。はい。で、まあアドレス、アイアンなんで肩幅ぐらい足開いたとして、で次前傾で、前傾取るときもこれが正しい前傾、はい、多いのはこれ、あ、またはこれ、腰、反り腰、はいはいはい。女の人って反り腰みたいな多いよね。うん、多いかも。男の人は逆にこれが多い。確かに頭が下がっちゃう、うん、パターンが多くて。そうね、そうね。できれば背骨から一直線、一直線、うん、なってますね。なってますね。で、この時にお尻の位置、お尻の位置を高めに持ってくるのが、前傾取ってください。はいはいはい。さっき言ったみたいに、まず膝が曲がっちゃう、うん、のと、これ前傾取ってくださいで、膝が曲がっちゃうと体が起き上がっちゃうんですよ。こういう感じ、うんうんうん、正しいのはこう。なるほどね。だけど膝が曲がってしまってるから前傾が取れてるもんだと思ってしまう、自分の中で、うん、なのでイメージ的に言うと、自分のお尻の位置を高く上げる、ここからこう、うん、下に下ろすんじゃなくて上げる、うんうん、でこの時に膝もう直立のイメージ、感覚で言うと曲げてないぐらいの感じ。私も今これ膝を曲げてる感覚はない、曲がってるけど、うんうんうん、でぐらいがいい。膝ってどれぐらい曲げたらいいんですかって言われると、曲げなくていい。直立で立ってて、ここから前傾取るときに絶対にこうちょっと曲がっちゃうんで、それぐらいでいい。なるほどね。結構で、あと手元の位置、はい、で、お尻の位置高くして、前傾もまっすぐ、背骨から頭からお尻までまっすぐできましたってなった時、この手元のグリップの位置が、うん、左の内ももの前にグリップがあるんです。正面から見たら小文字の前になる。はい。で、これよっぽど変な状況じゃない限りは常に一緒で、うん、例えばこれがドライバーだったとしても、ドライバーだとこういう、うんうんうん、左の内ももの前に手が、これが正面だ、はい、はい、なるほど。そう、なんかこう転がすアプローチを打つとかだったら、うん、こういう状態になる、こういう状態になるので、いつまでも手がハンドホース寄りになってしまう時もあるし、うんうん、バンカー打った時にものすごい高いボールを打ちたいってなったら、レッドハンドで構えたいから、こっちじゃなくてこの辺りに構えたなると、手元の位置が変わっちゃうけど、普通の通常のボールを打つときは変わらず左内もも前、はい、です。わかりました。で、さっき言ったみたいに頭の位置、うん、でお尻の位置と
と背骨が曲がらないように、うん、反り腰にもならないっていうのと膝、膝ね、膝が曲がりすぎない、うん、分かりやすい、うん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 、本当によく見かけるのも、このこういう感じでアドレスする人、うん、いるね。まあちょっと大丈夫かなってなっちゃう、心配になるよね。おってなった。こういうのだね。綺麗ですね。今話したのをポイントに置いてアドレスしてみてください。はい。はい。はい、ということで今回は基本のアドレスについてゆいちゃんに教えてもらったんですけど、はい、皆さんも自分で鏡で、うん、ぜひチェックしてみてください。結構自分ではやってるつもりでもできてないことが多いと思うので、うんうんうん、そうですね、ぜひチェックしてみてください。はい、ということでこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。今日ゆいちゃんメガネです。はい。